カイドウと目が合うと呪われるって。マジで吉田君が下僕したってさ、やばいね。水野はゲーム機壊れたって。キャラクターも安定し、俺にちょっかいを出す人間もほとんどいなくなって、ずいぶん快適になってきた高校2年生なのに。あれか、一緒それ貸して。いいけど何？ちょっとね。前の席の人間に絡まれてしまい、俺は全然。何やってんのお前。ほら教科書出せ。ほら、ハッピーじゃない。やめろよ、ああいうのは。ごめん。光を求めたいつかの少年は何も手に入れず大人になった。愛を求めてた君を返せよって嘆いてきた今日までの日々と。バイバイ。